トリオの TT10 というデッキです。ワンモーター3ヘッドです。こんなお面なんですけども、ネットでなんと1円で落札してしまいまして、出品者の方にはなんか申し訳ないぐらい素晴らしいデッキです。それで、送ってきた時からですね、なんと動作動きました。ちゃんとテープも、回りますし、録音再生もできたという恐ろしいですね。多分50年半世紀近く前のデッキやと思います。1960年の後年ですかねぐらいの生産のデッキやと思いますけども、それがなんと動いたという素晴らしいデッキです。多分このメーカーがベルト、ゴム製品だとかですね、それからオイル、グリスなんかの選択が良かったんでしょうね。で、お面の方もフロント面もちょっと磨きました。もうピカピカで新品みたいです。それでまあ動いたんですけども、手直ししたところはですね、まずこのフライホイールからテイクアップリールにベルト駆動なんですけど、これは元のベルトなんですけど伸びきっていて、しかももう硬くなってしてしまいまして、スリップするとかろうじてなんとか回る程度でしたんで、このベルトを、バンコードで作ろうかなと思いましたけども、3ミリの角だったんで、自分で作ってみました。それでヘッドもピカピカです。あと直したのはそうですね、この辺のブレーキがちょっと減ってましたんで、ブレーキをパッドを交換しました。そのくらいですかね。ただ電気関係はちょっとあの半固定だとかこういうのがガリオームになってましたんで、これは直しました。そのくらいで十分動きます。ただ一つ残念なのはですね、60フェーズ付きだと思ってたんですけど、表示が60フェーズだったんですけど、スピードが速いんで、スピードを測ってみますと2割ほど速いんで、多分これ50フェルツですね。50フェルツで使われた設定だと思います。で、深層コンデンサーを見てみると60フェルツの接続だったんで、もともと60フェルツだったけども50フェルツで使われとった。それで普通は50、60はその深層コンデンサーとこのモータープーリーを交換ということなんですけど、これよく見るとモータープーリー変えられないんですよね。変えられないというか 4.75 のところはもうこれ以上小さい径が生産できないというか作れないような感じですよね。ここのところでよく見てみると、先ほどのキャプスターのところが外れるようになってまして、このスリーブが外れるんだよね。多分このスリーブが少し小さい径が 60Hz 用で、これは多分 50Hz 用だと思います。もちろん 60Hz 用は手に入らないんで 60Hz で使いたいんですけれども、ちょっと旋盤で引いてもらおうかなと、この径を6分の5にしてもらおうかなというふうに思ってます。続きまして裏の方ですけども、ここも特に手直しするところはなくて、非常に綺麗な状態でした。基板も全く問題がなかったです。ただこの辺の半固定がちょっと接点復活剤をちょっと一置きするぐらいで、使えるようになりました。やっぱ保存状態も非常に良かったですね。それでこのモデルがちょっと面白いところですね。まあ今では当たり前かもしれませんけども、これが速度切り替えなんですけども、速度切り替えでこう再生のところのイコライザーですね、スピードによってイコライザーを変えるのが、ちょうどあの2ヘッドの6歳切り替えに長いスイッチを、スライドスイッチをこうメカ的に動かしているということがありますけど、それとまあほとんど同じ、構造自体は同じようなんですけども、6体スイッチ、それから、再生のイコライザー、こっちは
録音の方のイコライザー切り替えだと思いますが、メカ的にこうして、重要なところはといいますか、ノイズを拾いやすいところはシールドガンでシールドしているという、まあこの頃にしては画期的だったんじゃないかなと思いますね。この頃は切り替えのところにこうロータリースイッチみたいなのがありまして、シールド線で引っ張っていってそこに CRO を配線するということが多かったですけども、まあ、非常にまあすっきりした、回路自体は簡単な回路ですけどもすっきりした構造になっています。